はい、どうも自己紹介いたします。僕が菅井で、あなたは何やってもうまくいく、そう思って生きていこう、斉藤お願いしますというわけで始まりましたチャンネル切るまというわけでして、はい、本日はドン、毎週火曜日恒例企画となっております。なるほど。題して今週の山形情報やめろ、その世界一早い拍手みたいなやつ。じゃあこう今のはというわけで、先週から始まった今週の山形情報というわけなんですけども、はい、意外と好評で、そのメンションされて、ここ行ってきますとか、ここもいいですよみたいなコメントとかもね、いただきたりもしたんで、今日はね、山形の情報について話していきたいと思います。それでは、係の斉藤さん、よろしくお願いいたします。東北絆祭りパレードも含め開催以降。ああ、やるんだ。2022年やるの。やるらしいですよ。東北やる意気込みでやってるらしいですよ。あれ、六根祭だよね。東北って青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、まあ、6個あるんですけど、これでまあ各地方の、例えばねぶた祭りとか、ねぶた、七夕祭りとか、七夕、あとは花笠祭り、花笠、まあ、各地方のその一番大きいと言われてる、そのまあ伝統のお祭りがあるんですけど、それを仙台で合同にやったりとか、青森で合同でやったりとか、やるのが今年は山形でやる。違う、今年は秋田でやります。今年は秋田でやるのを、去年はやってなかったけど今年はやりますよっていう話ね。そう、あの、ほらね、中以来いっぱいあったからね、こういう時期だっていうのもあったからやってなかったんだけど、今年は5月28日、29日、今年は秋田の矢場瀬運動公園を会場に行われることが発表されました。なるほど。まあまだ分からんけどね、やる方向ですよ、やる意向だもんね。今年は公園内のスタジアムで実施して、観覧席を約8000席設けるそうです。8000席ね、一軒あたり100、どういう計算してる今。30。何言うんだ、8000だよ、合ってねえよお前。いや知らんか、だから行くよ。やめろそれ、できないくせに手計算すんのなるほど。はい、というわけで東北絆祭り、すごいいいお祭りですからね、ちなみにこれは何、あれなの、現地でしか見れない、これは現地でしか見れないです。現地で見るのが一番よ、祭りは。ただしパレードはインターネットでのライブ配信も予定し、本当はね肌で感じたいけど、やっぱこういうご時世もご時世だし、まあちょっと見たいよって方とかいたらね、インターネットの方でね、オンライン祭り、オンライン祭り、家でやるのもいいのではないのでしょうか。東北絆祭り、ぜひ皆様楽しみにしましょう。手洗いうがい予防お願いします。続きまして今週のモンテリー山形情報。今週だから先週じゃないかな。これね、今日ね、山田浩太選手の髪型イメージしてるから。どこがだよ。こう前髪こうパッと。どこがだよ。でもこのブラスバンドしなきゃいけない。なんでプー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 したの。待って。なんだっけ。ヘアバンド。俺もなんつった。ブラスバンド。ブラスバンド。耳たブラスバンド。プー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 。パパパパパパ。というわけで、モンテリー山形。2月2日鹿児島キャンプで開催されました。横浜 F マリノスとのトレーニングゲームの結果をお知らせします。30分×4本、試合結果モンテリー山形横浜マリノス2対2ということで、おー引き分けね。引き分け、得点したのは山田浩太選手と吉田選手ですね。じゃ恩返し団だ。やっぱマリノス相手に点を取れるで引き分ける、その J2 であった得点力が J1 で、まあ開幕前っていうのはあるけど、あっちも仕上がってないっていうのはあると思うけれども、いい収穫あったんじゃないですか。そうなんだよ。特に山田浩太選手もね、10番背負って、なんか俺のイメージだけどね、新10番になる人ってさ、どこのチームでもさ、ね、なんか最初の方ちょっと調子悪いみたいな。大変そうだよね、最初の方はね。だけど最初から活躍していいんじゃないってるし、コンディション上がってね、ね、来てると思うよ。さらにフルストーン戦えてしっかりね、公式戦じゃないとはいえちゃんと点を取れるって、これも楽しみな。そう、2月19日ね、開幕戦ですけれども、14時からです。僕たちね、以前の動画で話した通りにライブ配信いたしますので、よかったら皆さんで一緒に応援していただけないかなと思います。応援していきましょう。相手はザスパ草津群馬というわけ、群馬、群馬さんというわけなので、相手にくしびき選手をやると、今までね山形のゴールマウスを守ってきてくれたんで、ぶち開けてやりましょう。しゃ、はい、ぶち切れ山形。続きまして、だるそうなんだよこちらね。なんと、はい、県内初でございます。お、女子サッカーの小学生のチームができる。そう、どこ、ジェラーレってチームなんですけど。ああ、ジェラーレね、はい、ジェラーレが女子だけのサッカーチームを4月より始動します。そうなの、元山形のね、オーナーが元山形の越智隼人さんが経営してるチームでございまして、小学2年生から小学5年生まで。ああ、2年から5年で、6年からレディースの上に1個上がるってことか。かな、ジェラーレガールズって名前でやるらしいですよ。
いやちょっと楽しみだね、やっと出てきたねって感じだわ。そうだね、これなかったもんね、これね。俺らが小学校の頃とかは、まあ中学校ぐらいまでか、なんか女子チームに入るんじゃなくてスポーツ少年団とかに一緒に入ってやる感じだったけど、そうだね、男に混じってって感じだったね、うん、やっぱ今こうやって女子サッカーのがさ、うん、なでしこもちろんめちゃくちゃ強いじゃん。高校サッカーとかのレベルもさ、女子のレベルも超高くなってきてるからさ、うん、よ、まあ、こうやって少しずつね山形のチームが盛り上がってくれれば、また山形出身のね代表とか生まれてきてくれるかもしれないです。皆さんよかったらね、あのサッカーさせたいなとか思ってる方がいらっしゃいましたら ね、ぜひね。ジェラーレはね、僕も何回か戦ったことあるんですけど、中学校とか小学校の時に、うん、コーチとかが多分すごい優秀だから、うん、あの足元もしっかり身につくし。バロンドールとどっちが優秀？バロンドール。まあそうだ、娘たちのねためにもなると思うんで、もしちょっとでもサッカーやりたいとか言ってる子がいたら、ぜひジェラーレに入っていただきたいなと思います。思います、バリュー、はい。じゃあそれでは、最後にね、はい、今週のおすすめ飲食店でございます。そばどころ庄司屋でございます。こちら山形では一番の老舗でございます、はい、まあローポローポ蕎麦屋の本流を行く店作りに徹してきました。先祖伝来の慶応年間山形町三の丸吹町口の堀端に蕎麦茶屋として創業、山形では一番の老舗です。時流に流されずその形を守り続け、蕎麦屋の本流を行く店作りに徹してきました。先祖伝来の手打ち蕎麦に徹し、今も職人による手打ち蕎麦を守り続けています。いろりで蕎麦全酒を一杯、蔵座敷で蕎麦懐石など通常の蕎麦屋の楽しみ方もさることながら、歴史を感じながら様々な形でゆったりとした時間をお過ごしください。なるほど、はい、ちょっと漢字ね、いろいろ間違ってるところあると思うんで、こちらですけど、はい、山形本店の方は駅前とかにあるのかな、確かね。そちら駅前ですか、うん、僕たちもね、あなたは覚えてないかもしれないですけれども、あ、あの、うん、みんなでカラオケ行った時ですね。そうです、あの卒業式の次の日に行ったあのお蕎麦屋さんですね。はい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 、美味しかったね、はい、ここの僕のおすすめなんですけれども、板蕎麦がすごく大きいんですよ。大きかったね、あ、大きかったわ、うん、みんなで大きいね、みんなで分けるようなね、板そばとなっておりますので、まあ、家族で行くのもいいですし、うん、あの今ちょっとあのご時世的にちょっと難しいですけれども、落ち着いてきたらね、まあ、友達2人と行って大食いしようとか、カップルで行って1つ食べきろうとか、うん、そういうのもいいのではないのでしょうか。うん、俺も確かあのそば見た時に、うん、わー大きい、ちょっとエッチじゃん。そしたら奥からさ、うん、厨房から聞こえてきた男の人の声、なんで行くよってそういうチャンネルじゃないんですこれクリーンなやつなの、ゲルマニウムのペイチャンネルじゃないのこれ違う、なんで1000円払わなきゃいけないんだこっちカードで見落としてるこいつ。はい、というわけでした、はい、今回ね数々の情報を出していきましたけれども、皆さんもね、何かこういう情報がありますよとか、はい、コメント欄に書いていただきたいなと思います。思います、冒頭で話したようにね、インスタグラムでメンションして、ツイートしていただいたりとかで、ね、うん、ツイッターとかでね、ここ行きましたとか報告していただいたら、 VAR 入ってるの今とかありましたらね、僕たちのモチベーションにもなりますので、はい、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方よろしくお願いいたします。お願いします、はい、それでは、はい、本日の動画は以上となります。じゃあ最後に、はい、モンティ山形のチームソング歌ってブルーイズカラー歌ってか終わりましょう。では勝ってからにしましょうね。 いきますよ、はい、せーの、ブルーアイズホワイトドラゴン開幕海のバーストスリーム、ほげー涼さんや最後勝つしかない。生まれた意味すらわからないでしょ、だからって死ぬことを恐れないでよ、初めて話した言葉すら覚えてないのに。